ヘルマン・ヘッセ作、実吉駿役、デミアン、エミール・ジンクレールの青春の物語、朗読その第2回、第1章、2つの世界。僕が10歳で、僕らの小さな町のラテン語学校へ行っていた頃の、ある体験で僕はこの物語を始める。いろんなものがそこから僕のところへ匂ってくるし、僕を内側から痛みと心よいおののきで揺り動かす。暗い街路、明るい色の家や銭湯、時計の鳴る音や人間の顔、住み心地の良さと温かい快感に満ちた部屋、秘密と幽霊の恐ろしさに満ちた部屋などである。暖かい狭さ、家うさぎと女中、家庭薬と干した果実との匂いがする。そこでは二つの世界が入り混じっていた。二つの曲から昼と夜がやってきたのだ。片方の世界は僕の生まれた家だった。いや、それどころかもっと狭いものだった。実を言うと、僕の両親を含んでいるに過ぎなかった。この世界は、大部分僕にとっては、馴染みの深いものだった。その名を父母と言った。その名を愛情と幻覚、模範と訓練と言った。この世界には、和やかな輝き、明らかさ、そして清らかさが、所属していた。ここには穏やかな優しい言葉、洗い清めた手、清潔な衣服、良き風習が住み着いていた。ここでは朝の賛美歌が歌われ、ここではクリスマスが祝われた。この世界には未来に通じるまっすぐな線と道があった。義務と罪か、やましい良心と懺悔、許しと立派な決心、愛情と崇拝、聖書の言葉と英知があった。生活が明らかで清らかで美しくて整っているためには、みんなこの世界に味方しなければならなかったのである。ところが、もう一つの世界は、すでに僕ら自身の家の真ん中で始まっていた。そして、全く様子も違えば、匂いも違うし、言葉も違うし、別のことを約束したり要求したりした。この第二の世界には女中やでっちがいたし、階段や秋分があった。そこには途方もない、心をそそるような恐ろしい謎めいた事物の雑然とした流れがあり、屠殺場だの刑務所だの、酔っ払いだの、がなり立てる女たちだの、子を産みかけた目牛だの、倒れた馬だのといったようなものがあり、強盗や殺人や自殺などの話があった。これらすべての美しくてものすごい、荒々しくて残酷なものが、ぐるりにすぐ隣の横丁に、すぐ隣の家にあった。巡査と不老者が走り回っていたし、酔っ払いが自分たちの女を殴っていたし、若い娘たちの群れが夕方になると工場からあふれ出てきたし、ばあさんたちは人に魔法をかけたり、人を病気にしたりすることができたし、泥棒が森に住んでいたし、放火犯人が憲兵に取り押さえられた。至るところにこの第二の激しい世界が湧き出ては匂っていた。至るところに。ただし父母のいるうちの部屋部屋だけは別であった。そうしてこれは非常にいいことだった。この我々のうちに平和と秩序と安静があるということ、義務と清い良心、許しと愛情があるというのは素晴らしいことだった。そしてまた別の世界が、あれらすべてを、すべての騒がしくてどぎついもの、
陰惨で強引なものを見せてくれながらも、僕はひとまたぎでそういうものから母のもとへ逃げていけるというのは素晴らしいことだった。そして奇妙だったのは、この二つの世界がどんなに境を接し合っていたか、どんなに近々と寄り添っていたかである。例えばうちの女中のリーナは、夕方祈祷の時、今の戸口近くに座ってきれいに洗った両手をアイロンの効いたエプロンの上に置いたまま、甲高い声で歌の合唱に加わっている折には、完全に父母の側に、僕らの側に、明るい正常なところに属していた。そのすぐあと、台所なり材木小屋なりで僕に首のない小男の話を聞かせてくれたり、または肉屋の狭い店先で近所の女たちと喧嘩をしたりする時、そんな時彼女は人が変わってしまって、もう一つの世界の住人で秘密に取り囲まれていたのである。そしてすべてがこんな具合だった。僕自身が一番そうだった。もちろん僕は明るい正常な世界の住人だった。僕は両親の子だった。しかしどこへ目と耳を向けても、至るところにあのもう一つのものがあった。そして何かそぐわない不気味な気持ちになることが多かったとはいえ、そこでは決まって両親がとがめたり怖くなったりしたとはいえ、僕はその世界にも住んでいたのである。それどころか時折はこの禁じられた世界にいるのが最も好ましかった。そしてしばしば明るいところへ戻るのはいかにものっぴきならぬいいことだったとはいえ、ほとんど一段と美しくないところへ、一段と退屈な、一段と味気ないところへ帰って行くことのように思われた。時にはよく分かっていた。人生での自分の目的は父や母と同じようになることだ。あんなに明るく清く、あんなに落ち着き払ってきちんとしていることだ。しかしそうなるまでには道は遠い。そうなるまでにはいろんな学校を出て大学へ入って、いろんなテストや試験を受けなければならない。そしてその道は絶えずあのもう一つの一層暗い世界のそばを通り過ぎたり、その中を突っ切ったりして進んでゆく。だからその世界にとどまったなり、そこへ落ち込んでしまうことも決してないとは限らないのだ。そういう目にあった。ヤクザ息子たちの話もいろいろあった。僕はムキになってそうした話を読んだ。そこではいつも父のもとへ、禅のもとへ帰ってくるのがいかにもほっとさせるような素敵なことだった。これだけがまっとうな立派な望ましいことだと僕ははっきり感じたのだが、それでいてそういう話の悪党やヤクザ者の間に展開される部分の方に、はるかに強く心をそそられた。そしてもしもありのままにそう言ってもいいものなら、ヤクザ息子が悔い改めて再び迎えられるというのが、実は時としてそれこそ残念な気がした。しかし誰しもそんなことは口にも出さず考えもしなかった。それはただ何ということもなく、ある予感と可能性という形で感情のずっとそこの方に存在していたのである。僕は悪魔というものを思い描くたびに、彼が変装したり、またはあらわな姿で下の方の街灯なり、年の位置なり、料亭なりにいるところを実にわけなく考えることができたが、僕の家の中にいるところは決して考えられなかった。僕の姉たちはやはりこの明るい世界に属していた。彼女たちの方が僕にはよくそう思われたのだが、本質から言って父母に近かった。僕よりも善良でしつけがよくて過ちがなかった。
ヘルマン・ヘッセ作、実吉駿役、デミアン。朗読その第2回、第1章、2つの世界、途中まで。